はい、じゃあ今日はですね、皆さんに、このシャクソンの無視独語宣言に見る自力と他力という演題で今日は一日詳しく話をしたいと思います。まあ、私はこれ最近ようやく分かった心理でありまして、非常に私自身感銘を受けて、仏教は本来一つであるということをですね、確信できた、まあ、私の、理解でありますけどもね、それを皆さんと共に共有したいと思います。なぜこういう話を今日したいと思ったかと言いますとですね、仏教を学んだらね、ちょっと混乱することが普通あります。どういうことだと言いますとね、まず世界の仏教といったら大きく2つに分かれてます。それが初期仏教といわれるね、まあ、原始仏教とも言いますが、お釈迦様の、ね、本来の仏教というか、お釈迦様が実際に説かれた仏教、ただ初期の頃の仏教であり原始経典とも言われてね、阿吽経をお釈迦様は最初、説いたということで、でこの仏教は南伝と言いまして、南アジア、まあ、インドで仏教を説かれたんですけども、その後インドは滅びていくんですね、仏教がね。でもスリランカの方に移って、それでそれからねミャンマー、タイなどにね伝わって、南アジアで仏教というものが今でも残っております。みんな黄色い服を着てね、衣を着ている方々が初期仏教の方々ね、まあ出家中心であります。まあ完全に自分の力で悟る仏教ですね。だからここには残念ながらと言いますか、他力的なことがあんまり出てこないんです。全くないとは言いませんけどもね、阿弥陀仏の本願も出てこないし、他力的なそういうね仏教というものが出てこない。だから学生さんなんかはね、これが一番いいんです。もうそういう信仰なんか全然しない人にとってはね、本当にもう純粋な科学みたいな感じで、本当に理論的ですしね、科学者の非常に感銘を受けるのはこっちの方なんですよね。でそれに対して大乗仏教はですね、まあ、新仏教というか完全に新しくできた仏教なんですね。釈尊が説いた後、西暦前後にね、どんどん大乗経典がたくさん生まれて、新たな経典がいっぱい作られていくんです。だから新仏教ということでね、昔からこの2つの仏教は喧嘩というかですね、お前は非仏説だ、仏教じゃないというふうにね、大乗仏教は非難を受けますし、いやわしらこそね、お前らは清浄仏教だみたいな感じでね、わしらこそ優れている仏教だということで、まあそういう争いがもう2600年、まあ、2000年ぐらいずっとですね続いてるんですね。いまだになんか決着しないような感じがあります。でこれ我々が聞いてる大乗仏教は、日本はですね、中国、日本、台湾などは北伝の仏教といって大乗仏教なんですね。大きな乗り物ということで、まあ新仏教ではありますけども、結論から言ったらですね、どちらも正しいです、真理です。私2つ学んで思うのはね、やっぱり仏教私は一つだと思います。ただね、現実お経を勉強するとね、分別心のある私たちはこちらが丸、こちらが罰みたいな感じで、我々は自力と他力をね、分別心でいい悪い、善悪、丸ペケみたいに理解しようとします。それが私はまた問題があると思います。で、大乗仏教は北伝といって、この仏教をベースにしてね、当時の、まあ、国とか伝統とかいろんなものを踏まえて、その人に合わせて、時代に合わせて、人に合わせて柔軟にね真理を説いていったと。まあ、例えばお釈迦様が説いてなくてもね、真理であったらお釈迦様のお言葉にまでするというね、大胆なこともされて、真理が実はどちらも真理説いてますけどね、目的は苦しみを抜く教えです。ただ教え方が違うといえば違うんです。であとこれ大乗仏教はね、ちょっと迷信的なものも利用している場合もあります。この相手に合わせてね、方便として、まあ、そういう教えも少しありますし、ただ大乗仏教の特徴はですね、やっぱり他力的浄土という言い方、結論から言えるんですけどね、背後にね、私たちの背後に仏様の力が降り注がれていると、そういうのがですね、浄土仏教だけじゃなくてね、華厳経や法華経やですね、般若経典などもですね、他力的な意味合いのことが説かれてるんです。だから阿弥陀仏だけじゃなくて、阿弥陀仏という名前出さなくてもね、その他力的な意味合いで説いてるところがあります。
これまた特徴でもありますね。だから大乗仏教は北伝であり、他力的浄土、浄土と言いますのはこれは道をなるで仏になる、仏の悟りを開くのは自分の力も一番大事ですけども、その他周りのね仏方や菩薩方の力をこもって進ませていただける、こういう意味合いで、説く場合がありますね。これまた特徴でもあります。でこの2つの仏教はね、普通に聞いたら矛盾しているように見えますよね。自力か他力かということで、で 今まで、問題がいろいろね、まあ、変な意味で喧嘩、修論、ホールみたいなことをやってですね、勝った負けたということで、争いをしている、それをね粉砕する話として今日は皆さんに紹介したい。私はここに疑問があった。同じ仏教なのになぜ喧嘩するのかと、もっと仲良くやっていけばいいじゃないかと。まあ私から言いましたらね、真理をこのどの視点で解くかだと私は思いますね。例えば有識や空にしてもですね、同じね真理なんだけどもね、視点が違うから全く別物の仏教に見えるんであって、正しく学んだらね、もっと柔軟にね、これひっくるめて私は解いてもいいぐらいの感じで私は思っております。でそのね根拠として今回ね、お釈迦様の最初におっしゃった世界に向けて初めて起こした言葉である、お釈迦様の言葉を通してね、仏教というものはどういうものかをね皆さんと共に学んでみたいと思います。これが今日の演題であるお釈迦様の無私独語宣言。まあこれ一般的に言われますね。お釈迦様は最初におっしゃった言葉はね、無私独語、先生なしで一人で悟った。最初に説いた説法がね、ウパカというね一商人、一人の財家の方に対して説いた説法でね、私は自ら悟り知りましたと、私は一切の優れたものであり一切の知者、じゃ何でも知ってる、ね、あらゆるものにおいて優れたものであり、私には先生はいない、私に等しいものは誰もいないというね、ものすごい宣言された。で私は自ら承知したものと。でこれを後のね簡訳、まあ、インドにあった仏教が中国に伝わった時にね、この自らを自念という言葉で簡訳したみんな翻訳した。でこれ自体が実はね、結論から言いますと2つの意味があるんです。それを知ってかしないか分かりませんが、そういうものがこの言葉なんですね。そこをね、この後に仏教が展開する中でもね、ここを深く味わってみたいと思うんですね。自らお釈迦様は承知されたと、まあ、それで普通表面的に読んだらお釈迦様は先生なしで自ら悟られた、その宣言をねお釈迦様は、なさいました、ね、そういう宣言で、この宣言には結論から申し上げますと、ね、我はブッダなりというね、まあ、そういう自力的な、まあ、そういう、ね、自分の力で悟ったというふうに取れる、そういう文言、言葉でありますけども、背後、この言葉の背後にはね、如来の悟り、背後にね、如来の悟り、あと言いますけど、ブッダと如来は実はね違うんです。まあ、普通は同じですよ。ほとんどの常識では同じだけどもね、森昌司先生が勉強されてね、解約ではごちゃになってるけどもね、パーリ経典では明確にブッダと如来は違うということで、ブッダの悟りと如来の悟りの言い方をされてね、ここもなかなか興味深い話なんですけどね、この悟りの背後には如来の悟り、如来他力的な浄土、ね、そういう意味合いがこれにはあるんだと。無私独語宣言と言ってもいいけど、この背後にはね他力浄土的宣言と、まあ、これ森昌司先生という方の表現ですけどね、これも私ありだと思います。これならば、まあ、どちらの仏教もね、ある意味統合というか越通といいますかね、2つを1つにできるような言葉がこの最初のお言葉に見られるんです。でだからお釈迦様の最初の言葉には自力、これまでの自力は独力ね、自らの力で悟ったというね、自分の努力によって、自分のまいた種まきによって悟ったという意味で自力ね、それとね自分ではない背後のね仏様の、まあ、そういう目に見えないお力というものもあると、初めはおっしゃらなかったけどね、大丈夫けどこれを強調して、また親鸞は
ご自身の体験からですね、この次念をね、眼力次念と、これ親鸞上人だけかもしれませんけどね、はっきりこの次念は眼力次念、本眼力だということで親鸞上人は強調されたんで、ちょっと驚きなんですけどね、これご自身の体験から。だからこれはお釈迦様の教え自体そのものにね、最初の時から実は法がというか、そういうものがあったということなんです。まあ、これが結論でありますけどね、それが本当かどうかを今日一日ね、説法を聞いて、皆さんで確認してもらえたらと思います。で、確認ですけどね、よく自力自力と言いますけどね、私これ昔から疑問だったんですけどね、皆さんには知ってもらいたいのはね、これ2つ意味があると理解された方がいいと思いますね。自力を普通の常識で言ったら自分の力と理解しますから、これならば別にね、私全く問題ないと思います。因果の道理ですから、当然あなたが努力しないと良い結果得られませんよね。だから仏教は自力の仏教と言ってもいいんです。じゃあなぜ親鸞上人がね、自力を捨てようとおっしゃったかと言いますと、これ自分の力捨てたら無力になりますから。今の浄土真宗の問題ではね、自力を捨てて無力のような言い方をなってしまうんですね。他力をね、これあるがままをね、わがままにとってですね、これ無力になってしまった、何もせんでもいいんだと、こんなバカな仏教になってしまったらこれ問題ですよね。これ自力はダメだから、他力は無力だとなったらこれ問題ですから、あくまでも仏教で捨てようというのは執着です。徹底してね、ただ正義言われるのもそうですよね、仏教で捨てようとおっしゃる、嫌われるのは執着です。あなたが苦しんでいるのは執着ですから。我執ですよね、我の力、俺がというね、エゴ、我があなたを苦しめる、我はね、他を否定する働き、他を否定する、我に執着するためにね、罪悪作るんです。この我執から分別心が生まれて、二つに分けて、ね、敵味方に分けて、ね、自分の方に執着して他を否定する、ここから一切の苦しみが起きるので、執着を徹底して捨てなさいというのが仏教なんですね。で、我の力となったらね、俺がという力なんでね、頑張っても報われないというか、頑張ってもね、苦しみを生み出すんです、我の力で頑張ったら。ただ我を減らしていく、自分の力はいいんですよ、教えの通り実践する、無理せずにね、善でもね、無理やりやるんじゃなくて、したいから善をする、これが一番いいんです。善はしたいものですよね、自ら。それを無理やりね、強制的にね、させた善は造毒の善になったりして、幸せを生み出さないことになりますから、我の力は捨てねばなりませんが、自分の力は捨ててはいけません。ここは皆さん正しく理解してもらいたいと思います。親鸞上人が自力を捨てとおっしゃった自力は我の力ね、つまり仏教は徹底して執着を捨てなさいという教えね、よく浄土宗で言いますよね、造業を捨てよ、雑種を捨てよと言いますのでね、造業雑種自力の頃といってもあれは執着ですから、執着を捨てる、これならば全仏教に共通した教え。だから仏教でまずいのは我執ですよね、我の力は捨てねばなりません。でもね、あなた自分の力で頑張ってる、あなたの自分の力で頑張ることは終始一貫、悟る前も悟った後もね、自分の努力でコツ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 教えの通り、因果の通りを深く信じて実践していく、これはもう宇宙の真理だから大事なんですよね。で、ただ実感としてはね、自分で努力するんだけども、いろんな人の支えによって、おかげで生かされている、俺が生きてるんだというのはまずいんですよね。今私も今日ちょっとね、ちょっと傷ついてますけどね、自分の愚かなミスでちょっと今血が出たんですよね。でそれで助けてくださった方がいてありがたいなと思いますよね。自分だったらもう何もできないというか、でももうほんのちょっとのことでもね、いろんな方の支え、いろんな方に支えられて私は今今日も説法できるし生きれるんですよね。だから仏教では俺が生きてるというよりも生かされている、こういう思いで求めた方がね、早く悟れるんです。自分でね、やるぞじゃなくてね、させていただきますというふうにやった方がね、ガーが薄くなるんです。私韓国で2年間ね、
活動してたんですけどね、韓国にはね、ハングルじゃない言葉がね、こんな言葉、させていただく。向こうの人はね、日本語得意だけどもね、この言葉がわからんおっしゃるんですね。させていただく、なんかまどろこしい言い方ですよね。するでいいじゃないかと、俺がするでいいじゃないかと、私がやりますでいいのにね、日本人はなんか下手になんかね、私がさせていただきますと、こんな言い方しますよね。なんでこんな言い方するか言ったらね、これ浄土真宗の影響なんです。私日本に来てラジオ聞いてたらやってました。これは浄土真宗から生まれた言葉で、他力的な言い方なんですね。俺がやる、これ思いっきりガーの力ですよね、じゃなくて、私がやる、努力するんだけどもね、他力によってさせていただきますと、こうなったらね、我が薄くなるんです。まあ、実際救われたらばそういうふうなことを言えるんですけどね、自分の力じゃなかったというふうなことで、我じゃなかった、この我の力を減らすための言い方がこれだと思います。だから日本語特有のというか、まあ、浄土真宗が生まれてからできた言葉がこれ。韓国は全くね、文法同じな日本語とほとんど変わりません。違うのは、ここは韓国には浄土真宗がないんで、こんな文法がないんです。刺激みたいなね、させていただくという言い方、普通はするでいいのにね、自動詞でいいのに、なんかさせていただくというまどろこしい言い方をするのはね、私が頑張るんだけどもね、背後の他力的な、背後のそういうね、仏様の力によって押し出されて支えられて、私はさせていただきますと、これの方がね、気持ちというか仏教でいう善に近づけますよね。誠の善に近づけます。俺がとなったら当然ね、不純なものが入るんで、それを正しさ分の言い方じゃないかなと思います。だから、他力の教えも私いいと思いますよね。俺がじゃなくてね、私は頑張りますけど、私は、ね、させていただきます。いろんな方の力に支えられて私は生きてますと。阿弥陀仏だけじゃなくてね、もう他力といったら阿弥陀仏だけに限定する言い方が浄土真宗ですけども、そこにとらわれずにね、いろんな人たちのおかげで私たちは支えられ、助けられ、生かされていると。こう思った方が、実際そうですから、こう思った方が、我は薄くなるし、幸せというものを感じることができます。だからね、この言い方も私は大いにね、してもいいと思います。で、自力といったらあくまでもね、我の力ならばまずいし、けども、独力、自分の力となったら、これはもう当たり前ですから。仏教は自業自得ですから。まあ、ここはね、まず皆さんちょっと参考までにしておいてもらいたいと思いますね。で、お釈迦様の悟りは独力で悟ったのか、あるいは如来の悟り、背後にね、そういう力があって悟ったのかということが、まだちょっとね、この問題になるというか、課題としてね、興味深い話でございます。で、まずお釈迦様の悟りですけどね、まずお釈迦様はですね、35歳の12月8日に浄土をされました。浄土と言いますのは、道をなると書いて、この道は仏道でありますね。仏の道、仏道を成じた仏になられました。これが35歳でございます。その後85歳まで45年間仏法をお説きになられますが、この最初悟った時にこういうふうにお経に書いてあるんです。すぐに実は説法を開示されたわけじゃないと。まずはね、7日ごとに場所を書いたりして、49日間下脱を楽しまれたというふうに、お経に書いてあるんです、ね、7日ごと、ね、ここから後の49日も生まれたんじゃないかと、こういうふうに言われます。もともとはお釈迦様ご自身のね、7日ごとにこのご自身のまず悟りの体験ね、深い悟りをね、味わっておられた。下脱を、これ下脱がこれ仏教の究極の目的ね、仏になられてお釈迦様は下脱なさいました、苦しみから解放され、苦しみの世界から脱出する、己を縛っていたものから、ね、解きほぐされた、そして脱出した、ね、苦しみから解放された世界が涅槃であり下脱でございます。それをね、この味わうというか、法の楽、法楽、法悦をね、楽しまれたというふうに、いくつかのお経に書いてあるんですね。で、ところがこの後ですね、
あまりにもこの悟りは深い悟りでありね、この優越感がシャツを持っている私たちはね、とてもこれ理解することはもう不可能だと。あまりにも素晴らしい世界であるけどもね、一般凡夫、つまり煩悩不足の私たちはですね、いわゆる汚れの多い人、煩悩まみれの人はこれとてもね、聞く能力もないだろうしね、聞いても反発するだけだと。待って、我の頃はね、真理と逆のことばっかり考えてるから、解いてもかえって方法罪を作るだろうと、法を阻して余計に苦しむかもしれないということもちょっと心配なされてね、私は一人で涅槃に入ろうと、最初はね、自殺を考えたとも言われますね。まあ布教を断念された、素晴らしい教えだけどあまりにも深すぎて、これはどうせ解いてもわからないだろうということで念を絶つ、布教を断念しようとされたと東京にあります。で、涅槃に入ろうとした時にこれは困ったということでね、こういうことがあったと東京にある。これ有名な梵天感情という言葉としてね、漢字4字で知られております。梵天と帝釈天というね、これインドではね、ものすごい偉いね、神様が2人いるんです。梵天といったらね、この大宇宙、この世界を作った神様ということで、まあ帝釈天もそういうね、相当する、まあ、偉い神様が2人いるんですね。これを梵天と言いますね。正確には帝釈天、梵天、梵王天といって、この2人が代表なんです。他にもまだいっぱいいますよ。インドでは神様がいっぱいいるんですわ。まあ、まあ私から言えば迷信的なもんだと思いますけどね。でもそんなことは当時言うてもね、入れませんから、これが常識になってたんで、神様がいるということで、でこの世界もきっと神様が作ったということで、まあ、それを人格化してね、一番偉いね、インドにいた、まあ、これ一応天上界の人として、ちょっとまた理解するんですけどね、後でお釈迦様は最初からもう迷信とはおっしゃらずに、天上界の神としてね、そこに設定して、まあからさまに否定することはされなかった。今だったらしてもいいかもしれないけどね、当時はそんなんしてもね、仏法を聞いてもらえませんから。だからそういう偉い神様がおられたんだけど、その神様がね、ちょっとお釈迦様待ってくださいということでね、梵天というね、この全世界を作った梵天の神様と帝釈天がですね、お釈迦様、あなたが涅槃に入ったらね、誰がこれから導くんですか、仏教、誰が仏法を説くんですかということで、どうかね、あなたはこの世でね、悟られた最初の方だからね、もう地球上で初めての方だという、まあこういうことで、どうか説法をお願いします。まあほとんどの人はね、聞かないかもしれませんけどね、まあ汚れの少ない皆さんみたいなね、まあそういう人ではですね、聞ける可能性があります。これ汚れが強い人はね、もうね、一回聞いてもはいさよならとか、逆に仏教を誹謗することがありますから、やはりある程度ね、仏教を聞きたいというね、文法師のある人、また汚れのある程度少ない人じゃないとね、仏法はなかなか正直言いますと聞けない。だから仏教は汚れ煩悩を問題にして、煩悩を、ね、減らしていく、煩悩を薄めていく、煩悩を、ね、弱らせていく教えが必要になってきます。我が強かったらね、教えが入りませんから、ただ我を薄めていく、弱めていくという教えをね、親鸞もまたおっしゃっているところがありますよね。まずは煩悩満遍の私、でもそんなものでも一応救われるのが弥陀の本願ですけどね、でも現実はやはり汚れの少ない人の方がいいに決まってます。でその汚れの少ない人もいますから、どうかお願いできませんかと、梵天と帝釈天がお釈迦様お願いしますと、こういうふうにね、請求ね、説法をこう、これこうね、請求です。そして進めて、仏法を全ての人にね、教えられるように進めることを誇りました。これが有名な梵天感情ね。大無量寿経で言いますとね、真宗聖典ある方ならば9ページを見ていただきますと、出ております。大無量寿経の最初の方はね、お釈迦様の一代記なんです。なんとそれがまずね、書かれてるんですね。なかなか興味深い内容で、意味があるんですけども、9ページの最後の2行目からこうおっしゃってますね、悟り開いた後のことが書いてますね。前の文章からいきますとね、前の文章の4行目からいきますと、このコントロール、制するに知力を持って、
コントロールしてですね、知恵の力によってですね、皆煩悩をね降伏させたと。これ降伏実はね、元仏語意味違いますけど、まだ降伏って言ったら負けましたですけどね、本来の意味は煩悩をやっつけるという意味なんですね。降伏、下ろして伏させる、煩悩というものをですね下ろして伏させる、煩悩をやっつけることを降伏と言いますね。降伏、今意味が逆転してます。日本語はね、本来は降伏せしむで、降伏させられた煩悩というものを知恵の力によって悪魔、魔とは煩悩ですから、魔というものをですね、退治して、お釈迦様は全ての煩悩を断じて仏になられたというのが句なんですね。そして微妙の方、素晴らしい方、微妙といったら今では微妙ですけどね、本来の意味は微妙といったら、微妙といったら素晴らしいという意味です。今これ意味変わってますけど、微妙といったらね、本来は素晴らしい教えが微妙です。微妙ですね。その微妙の方を体得して、最小学、最もね正しい悟りを成じられた仏になられましたとありますね。これがお釈迦様の、ね、悟りの体験でございます。で、悟り開いた後、お釈迦様はもうねやめようかなと、まあ、ここは書いてませんけども、ちょっと皆さんに説いてもわからんだろうと思われて断念しようとされたところ、慌てて釈梵天がね現れて、釈梵帰還して天宝輪を乞うとありますね。大釈天と、梵天がね、このインドでトップの2人のね、神様が、お願いします祈願、ね、祈って、どうか仏法を説いてください、あなたが目が入ってしまえたらもう永遠にね地球は闇ですから、誰も救われないことになるので、どうかお願いしますと。この2人は後であの、ね、お釈迦様に帰依しますから、あの神様ではね、仏法を聞くのを邪魔する神っているんだけどね、あのお経には面白くですね、みんな帰依するんです。仏教に逆らうと神様、みんなお釈迦様に平伏してね、仏法者を守りますというふうな神にみんな変わっていくんですけどね、まあ、そういう描写もあります。で、この2人は後でお釈迦様を応援しますから、まあここで応援してますけどね、お釈迦様を応援して、どうか仏法を説いてくださいということをお願いして、で、その最初の説法を天宝輪と言います、ね、法輪を転ずる、仏法というのは天宝輪なんです。なぜこんな言葉を使うかと言いますと、仏法は、これ法は真理、真理というものを輪に例える、あのローラーですね、ローラー、皆さんの我々の心はね、もうガタガタなんですね、心が荒れている、だから不安や不満やね、不平で苦しんでいる。でも皆さん仏法を聞いたら一時的にもなると思いますが、心が穏やかになるんです。ローラーでね、皆さんの心をね引っ張ったら、ね、テニスコートでもね、ローラーで引っ張ったら平らになるようにね、仏法を聞いた時だけでもね穏やかになる。これを続けていけば、やがてね、あなたの心も穏やかな心になって、やがては涅槃まで到達できるということで、法輪を転ずる、これを説法、説法のことを仏教では法輪を転ずると言います。法を説くということは法輪を転ずる、仏法を聞いたらどんな人も心が穏やかになり、落ち着いた頃になって、苦しみから離れ、ね、幸せになれますから、法輪を転ずる、こういうふうに言いますね。輪を転がす、これ手は転がすね、輪を転がす、ローラーを転がすという意味です。それを乞う、お願いしますとお二方がお願いして、よし分かったと、もう絶望への挑戦かもしれんけども、なんとかやろうということで、お釈迦様はこの後ね布教を開始された。それがやがてすることになって、やがてね全ての人が救われる道が最後完成していく、まあ、それより完成させたのが大乗仏教とも言えますけどもね。一応この後ね、45年間仏教を説き始めるということがここから始まりました。そしてね、じゃあ一体この説法を具体的に誰に説けばいいのかとお釈迦様は思われました。で、まずね、最初説こうとしたら、実はねお釈迦様の先生がいたんです。2人いました。お釈迦様ね、悟る前に、ね、苦行林というところにねおられたんですね。その中でね、どえらい先生がいたんですね。一応仏教では ね、まあ、欲界、色界、無色界という世界、これ三界と言いますけどね、三界という世界があって、
この中でもね、めったいませんけどね、無識会まで行った先生が2人いたんです。これ集中が抜群だってね、もうこの識会で4、無識会4あるんだけどね、もう この識会の上まで行ったらもう超能力得られますけど、神通力がね、さらに上の境地があるんです。無識会と言いますね。その中のね、3番目、4番目まで行った人がいたんです、先生に。これがお釈迦様の先生がおられたんです。でもね、この二方すごいんだけどもね、下脱までは無理だったんです。で、お釈迦様、離れたんですね。すごい先生だけどもね、あっという間にお釈迦様ね、ここまで登られたんです。だから、全力抜群なんです、お釈迦様。集中力抜群、能力抜群ですね。でもね、この二方のところであっという間に行って、この二方はね、お前すごいと、これからわしらと一緒にね、励もうじゃないかと、教え伝えていこうというふうに、ね、言われたんですけどね。お断りして最後はこの二方も捨てて無視処分なんです。実は でもお世話になったこの方、短期間でこの人の教えを聞いてね、第3第4まで行った。でこの上が本当にこれ別人情といってね、これが涅槃まで行って、9番目が究極の禅情なんですけどね、ここまで行ったら本当の下脱なんですけども、でここまで行ったおかげはこの先生なんで、このお二方に伝えようと思ったんですね。お世話になったから、まあ苦行は最後してますけども、一応お世話だったんで、お釈迦様はね、当時のね苦行全部やりました。当時あったで悟りのようなものを全部お釈迦様は実践されて、苦行は意味がなかったと知らされるんです。ここまで登って、当時最高のね禅寮まで流れていたこのお二方をあっという間にたどり着いて、ね、最後は離れて、ご自身で悟ったと言われます。でこの二方お世話だったんでね、まあ、この二方すごいからね、多分これ聞いたら喜ばれると、この悟りを求めてこの二方も頑張ってたんだからね、きっと喜んでくれると思って、まずこの二人に聞こうと思ったんだけどね、もう亡くなってたんです、二人ともね、もうすでにもう亡くなってたことが分かりまして断念したんです。最初はまず一番お世話になった先生2人に、解こうとされたんだけどもね、もう亡くなってたんで、じゃあ仕方ございません。でそこで次にね、お世話になったというか身の回りの世話してくれた人が、ゴービクと言いますね。ゴービク、これはお釈迦様がですね、苦行に入ってからですね、お父さんである縄文王がねちょっと心配だからね、お前たち釈迦のねシッダールタの邪魔にならないように、ね、周りでね見てやってくれと、5人のこれ出家の僧侶ビクと言いますね、5人の出家の人を周りにね配置させた。お釈迦様はね、まあ自由にしたらいいよと言われたんです。でこのビクは元はお釈迦様と一緒に王様時代まで一緒に住んでた人いるんですね。浄法堂の指示によって5人のビクがお釈迦様の周りで一緒に修行したんです。まあお世話にもなったからね、でこのゴービクと一緒にずっとね苦行林で6年間ですか修行一緒にしてたんで、この人たちにお伝えしようと思ったんです。で結論から言ったら、この5人のビクは最初のお弟子ですね。釈尊の一番最初のお弟子はこの5人の出家僧であります。でこの方がやがてね釈尊によって順番にね、夜か一来か普賢かあれかかといって、やがて全員がね、まあ、時間かかりましたけども、まあ、そんなにかかってはいませんけどもね、まずこの5人が、悟り夜かから荒川まで、悟りを開いていくということになります。でまずこの合理区にまずお釈迦様はお世話になったんで解こうと思われたんです。でこの5人の美区のいうところは結構ね距離があったんです。そこでね、その行く途中で出会ったのがウパータという人で、ね、これ名前でございます。この、ゴビクが5人のお坊さんがですね、修行している場所に向かう途中に、ね、在家のウパカという人に教えを説いた。これが実は最初の説法になります。でこの途中出会ったウパカとやり取りがなぜか残ってるんです。これは多分ね、後の仏典編集者、仏典を編集した人たちが大事だと思ったんで、このウパカのやり取りを実際お経には何箇所も残ってるんですね。だから皆さんにとっても多分大事だから、大事だから何箇所もお経にはあるんだと思います。
まあ、それを今日は皆さんに紹介するんですけども、じゃあどういうやり取りがあったかを学んでみましょう。ウパカとお釈迦様のやり取りはどうかといったら、まずウパカはね、あなたは誰を先生として出家したんですか、あなたは誰を先生として悟ったんですかと、こういうやり取りがあるんです。あの当時としてはですね、あの悟り開くには下脱するには先生が絶対必要なんですよ。これ常識というか当時インドではね、先生をある方を先生にして悟りを開くと、まあ、これが常識の雰囲気がございました。だから当然お釈迦様で、私はね、ウパカに言ったんですよね。私は一切の優れたものであると、一切の使者、私はもう悟りましたというふうにね言われてるから、あのじゃあ一体あなたはね誰を先生としたんですかと、まあ、こういうねあのやり取りがあの残ってるんですね。まあ、これはあの南伝いわゆるパーリ協定にも書かれてるし、この後でこれをベースにして北伝のね、あの漢訳の方にもねそのことがあの書かれています。まあ、それをちょっとね、どういうふうな文章になってるかといいますと、ちょっと見てみるとですね、こういうふうにあのやり取りがあったと言われますよね。まずね、このウパカという人はですね、あまりもお釈迦様はですね神々しい、この悟り開きましたからね、もう神々しいお姿がね輝いておられました。神々しいので、あなたは誰によって、出家をしたんですか、あなたは誰を師匠としていますかというふうに尋ねました。それに対してウパカに対する答えが釈尊の無視独語宣言でありました。まあ原文読んでみると、我は一切の勝者、優れたものである、一切の使者、私は何でも知ってますと、一切の諸法のためにあらゆるものに染まることがないと、染まることがない、一切のものを捨て離れた、そして割愛煩悩というものが尽きた、煩悩というもの、割愛というものがなくなって私は下脱しましたと。じゃあどうして下脱ができたかと言いますと、その言葉が次、自ら承知したれば、私は次年自ら承知、自ら悟りしたと。これ自らがポイントね。日本語で言ったらこれを自らと呼んだら独力、自分の力でというのが自らですよ。これをおのずからと呼んだら他力的な意味合いにもなるんです。ちなみに次年で言ったらね、字は2つ読み方があるようにね、念も2つあります。あとで詳しく言いますけどね、光と読んだらこれはあの因果の通り、光らしくと読んだら他力、この念でもね読み方があるんです。光、おのずから光読んだらもともと存在する真理ね、おのずから光ならばもともと存在する因果の通り、もしくは涅槃ね、もともとあるものを次念と言いますね。だからおのずから光、もともと存在している、それを親鸞はね、おのずから力らしぶと読んだらね他力になるんです。おのずから自分の力じゃない、自分で求めたんだけどもね、他力によって求めさせられて悟り開いた時にはですね、おのずから力らしぶと私益というかね、させられる、他力によって御座の本願力によってさせられたという意味合いでね、力らしぶと親鸞は読んだんですね。こういう呼び方があるからね、このパーリ語のことはあるんだけどもね、両方とも取れるような意味合いだそうです。これインドの今の言葉ではね、ある方が聞いた、先生に聞いた、今のインドではねこの言葉調べてみると両方あるみたいです。だからちょっと注目すべきなんですよね。どちらとも取れることをお釈迦様もおっしゃった、自ら叱らしむ、自ら承知したれば、ね、誰が先生とする人がいるか、いない、私には先生はいない、無視、我に師はなく私には先生はいませんと、また私に等しいものはいないと、最高の悟りですから私と同等な人はいないと、まあ、ちょっと偉そうに聞こえますけどね、まあ、天上天下唯我独尊というものも元はここから来たと思います、ね、私に等しいものはいないと、
で人間界天上界において私とね比較する、ね、私と肩を並べる者もいない。で私は世間から受けるオーグアラカンダと、ね、みんなからね、供養を受けるにふさわしいオーグであると、アラカンであると。私は最高の先生である、無上の師である。で私は一人焦燥学者にして、清涼 弱滅弱情なり清らかで涼しくて、そして、弱情静かな限りなき静かな頃であると。そして法輪天庭、法輪を天庭として私は、カーシーというね場所、五尾の方に行ってカーシーという場所へ行きまして、そしてめくらの闇の世間に対して雨露のね包み、甘い露という不死の訪問といってね、死を乗り越える教えがありまして、その包みね、法の包みをボン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 打って、ね、浄土布教を開始したと、まあ、こういうね、ふうに、南伝大蔵経の、第三巻律蔵三というところにね書いてあるそうです。これパーリ語ですけどね、それを、ね、日本語訳にして言うたんですけども、これがあのパーリ語の原点というかですね、これがお釈迦様の、世界に対する、世界に向けて初めて発した起こした言葉、これが特に有名でありますよね。ここから仏教が始まったということで、でここ普通に読んだら自らと言ったら当然先生もなくて一人悟ったからね、ここには表面的には他力的な意味合いが全くないように見えますけども、だからあの大乗仏教を勉強してない初期仏教の方はこっちは非仏説だと言ってですね、あの否定する方ありますけど、ただこちらが正しいと一応言えますけどもね。でもこの言葉をよく見ていくと、パーリ語を調べても、あるいはこれを後に訳した漢訳の漢訳、漢字で翻訳したね中国の優れた翻訳者はですね、これをこの後次念と訳してね、どちらとも取れるような意味合いがもともとあった、それで大乗仏教が生まれてくると。大乗仏教といったらですね、これをベースにして発展させていくんです、ね、よりね真理を明確にするために、もしお釈迦様が今現れたらね、多分この世に説くだろうということで生まれたのが大乗仏教。だからお釈迦様の直接の教えじゃないですけども、もしお釈迦様がここに現れたらこの世に説くだろうという内容なんです。だからこの世にはね、これも真実、大乗仏教もよりね真理を明確にしたものだから、本来仏教は一つだということで、私はくくりができると私は、感じました。経典根拠を挙げてもね、どちらとも取れる言葉は最初先生様はねこれおっしゃってますから。じゃあ実際今から具体的にね、この自ら次念をねどのようにね、おっしゃってるかをね、さらにここをね今から掘り下げて話を進めていきたいなと思います。